コメートは、第二次世界大戦で、通商破壊を行った、ドイツの仮想巡洋艦。一区名称はシフ45である。武装、水蒸気の配置を示す図日本の商船に偽装した、状態の図1937年1月16日浸水の貨物船、エムスを改装して1940年6月2日、仮想巡洋艦として収益した。 1940年7月9日ドイツを出発し、中立国ソ連北の北極海を通り太平洋に入った。12月7日、8日、コメートとオリオンはナウル沖で小船4隻を沈めた。12月27日、ナウルを砲撃した。コメートは、 地球を一周し1941年1月30日、シェルブールに帰還した。1942年10月、コメートは再び出撃することになった。10月13日、コメートは水雷艇 T4、T10、T14、T19 に護衛されて、ルアーブルを出港した。5隻は14日午前1時頃、アーグ、三崎沖で、 イギリス海軍の駆逐艦クオーン、グレースデール、エスクデール、アルブライトンの攻撃を受け、コメートは被弾炎上した。その後イギリスの魚雷艇 MTB236 がコメートに対して雷撃を行い、その直後にコメートは爆沈した。ただ、その原因が魚雷艇の発射した魚雷によるものかは不明である。コメートの生存者はいなかった。ありがとうございます。